重要を、浜松城の城主、まあ、家康公を初代とするなら25人になるわけですね。で、12ページを見て、浜松城25人の城主、徳川幕府が開略してからは4番目の松平、かっこして桜井、松平家の忠頼からですね。その前、徳川、いや初代ですね、家康三人衆の共同、まあ、率先して案内してくれたということで、1568年12月に、トトミの方を入ってきて、1570年には、これには1月にしてありますが、6月という説と2通りあります。浜松城へ入った6月と1月、2通り説があります。で、浜松を治めるようになって17年間、1585年、駿府の方へ移封されて、4年間、1590年、小田原城攻めの後、関東に250万石で江戸入りになった。2代目の堀尾義昭、忠氏親子ですね。これは豊臣家の宿所、孤高の神であったというね、近江の国沢山から12万石の地では17万石で、堀尾義晴が入門で、この地方の市政にあたりました。で、1599年2月に家を獅子忠氏に譲って隠居となった。で、1600年9月15日にあった関ヶ原の戦いの後、忠治の後を継いだ忠氏は、11月、その戦功によって出雲沖2カ国24万石のに転覆となって、広瀬合算戸田城に入った。で、浜松獅子の記述が浜松城の天守閣の記事もそうなんですが、出雲の国松江というふうになっています。で、松江は当時はありませんでした。松江というところがなかったんです。なかったところは行きようがないんですね。それからできたんです。で、そのことはあとちょっと触れます。で、その後忠氏が去って、松平忠頼、この人は徳川家康の子の甥になるんですね。伊布米の子で、この方が、帝長14年1609年9月、水野忠胤邸で酒盛り酒宴中に大番士の久米佐治兵に斬殺された。それで叙封になったんですね。いろいろこの説はいろいろありましてね、この人が、浜松城の天守閣では美濃の国金山から来たというんですね。5万石で美濃の金山から、これはどこかなというのをやっぱり調べていくと、今でいうと蟹市、岐阜県の蟹市に金山という字が違うんですが、この金のゴールドじゃなくて、県人のカネルという金山という字、管理市の中に合併して入っています。いろんな説があって、新人物往来者の中では、江戸300諸侯列伝の中では武蔵の国八幡山一幡国から来た。で、八幡山はご存知のこともあると思うんですが、京王線で世田谷に八幡山っていう駅があります。
あの辺りですね、八幡山。まだ他に説がありまして、この説の方が多いです。忠頼は武蔵の国松山から五万石で入ってきた。一人の人があちこちから入ってくるんですね。いろんな説が。で、ただし浜松城の、まあ、天下というかでは金山から入ってきたんだ。多分当時の学芸員が調べようが足りなかったと思うんですね。でこういうのをなんとか正しいっていうの、昔のことだもんですから何が正しいだかよくわからんですが、一つに統一した方がいいと思うんですが、なかなかこういうのは難しいです。で、5代目5番目になった水野重長で、この人は1609年に浜松城主に報じられたわけですが、この時1609年から1619年まで紀伊大納言頼宣が駿府にいて、駿府にいて50万石を所領した時代が10年あるわけですね。でその時のお月家老、水野重長、お月家老で浜松の城主であっても月家老、御三家になった紀伊家の月家老、新宮の方へこの後行ってる人。それから、先ほどお話しした光力忠久、岩槻から入ってきてですね、非常にこの前世を引いた人で、いろいろな歴史的な、まあ、事象というかそういうものを残している人です。で、しかしこの光力忠久は島田の乱の後始末に行ったんですね。島田の乱の後始末に行ったんですね。で、その後で、その孫ですね、息子でなくて孫の時代、高永の時に領地祭りごと不備ということで、改易に光力家はなっている。いろいろ前世を引いても行いが悪いとそういうようなことがある。7番目の浜松城主になったのは松平宣長ですね。でこの人が浜松では初めてのに老中職に就いた人、老中職にこの人が初めて就いた人。で8番目に就いた浜松城主に就いたのは太田助宗、三河の国西尾から入ってきてるんですね。でその時の関門院地、打ち上げに、そういう遠田梅の国何軍とかそういうものを南下村所領したというふうに書いていますので、それを挙げておきました。遠田梅の国淵郡、長上郡、豊田郡、新玉郡、稲佐郡、152箇村で3万5035区と処理をしたと。で、まあ、明治になってから学からの合併を繰り返したもんですから、淵郡も長上郡も豊田郡も新玉郡も、まあ、稲田郡は最近まであったんですが、なくなってしまいましたね。そういう歴史地名は亡くなってしまいました。で、江戸時代に出た浜松の有名な国学者で、鴨の間部屋、伊庭の岡部号の方ですね。その
とは名前の通りまさに不知の人という意味。本当の名字はそういう名前じゃない、名前がそういう名前、まさに不知の人。字は違うんですが、まぶち。まさに不知の人。ご当地の上地区の不知郡ですね、もともと。で、長上郡、長上郡は、蒲村の、こちらで言うと、上松とか、小安とか、正元とか、あっちの方が長上郡、竹塚も長上郡、豊田郡は、天竜川の西と東にあって、中野町から北間の、二俣の方まで豊田郡、反対側ももちろん、岩田郡というのは、岩田郡、まあ、幕末から明治の初めになるわけですが、見つけのところだけが、そうだったんですね。で、私どもが知ってる時代は、ここの上地区、上村も、昔は、伊庭村の、あと、浅田村の浅を取って、浅場村という村だったんですね。浅場村。で、浅場も伊庭も、浜松の方へ南部入っちゃって、もうなくなっちゃった。大正3年ですかね、お父さん。美しかるべき里というイメージ地名で、上村という村が平成3年まであったんですね。その昔は浅田も伊庭もこちらの若林も浅場村だったんですね。で、10番目の方にできますね。青山宗俊さん、それから忠雄さん、忠信さん、この3代が25年あるわけです。東京の青山というところがありますね。その地名になった人たちのことです。で、その時代には、その時代にはですね、1678年から1700初年までですね、この方が浜松を所領していたものですから、その場所を鮮やかに拾ってどこかっていうのをこれありますので回ってご覧ください。このピンクのところが青山家の所領地、ご領地ピンクのところですので、天竜川の向こうにもピンクの染めたところがあります。これが青山家の所領地です。ピンクのですので、今の行政区画のように浜松市はここだよという、そのとこは浜松じゃないよという飛び地みたいなとこないわけですね。今は昔はその浜松藩なんていうのは明治になってから藩と言われる呼称ができたもの。藩官府というのを荒井白石が江戸時代に表していますが、昔はそういう行政区画はなかった。浜松藩、掛川藩、ただ都合が便利なもので使ってるだけですので、時代劇のテレビとか見ると東東美の浜松さん阪神、阪神だったりということはな、昔はなかった。青山家御家中、そういう言い方で、行政区画じゃなかったですね。東東美の国という行政区画、大名旗本の所領地の範囲のこと。ただ明治になってから藩籍奉還というのがあったもんだから、そういうもので一時その
ごく短い、2年とか4年ぐらいの間ですが、パンというのを使われた時があります。神田寺の堀江藩というのがあれですが、ですが、江戸時代に遡ってそういうことは言われてるんで、昔はなかったそうです。で13番目、は松平助俊、14番目は助信、信徳、松平、13、14、15の、人たちが支配していたわけですね。16番目も松平家の、それから19番目の方へ飛んでいただいて、その前に括弧書きの13番まで、13、14、17、18、松平家は、松平助俊は父の 宗助ですかね、五代将軍常吉の生母、桂昌院の弟だと。松平をその次にもらったわけですね。で、松平が増えた。14番代目から17代松平とか、17家とか、そういうふうに増えたわけですね。で、19番目の井上、正恒、それから、正恒、井上家が継いでいる。21番目の井上正元、この方は、まあ、まあ、分かりやすく言いますとね、その総社番にも任ぜられましたが、42歳の時に泥酔して酔っ払って、江戸の郊外の瀬田まやか、そっちの方の農家に押し入って乱暴を牢でぎ、エッチ大名、エッチな大名で有名になってたんですね。で、そういうことがあって、陸奥国、田中村の方へ左遷された。ですが、そういうのどかな人だもんですから、一番長生きした。22番目、水野忠邦、この人は天松城の天守閣でも講談の人が言ってますが、天松城の城主として代表するような話で言ってるわけですが、老中に2回なってるわけですね。なってるんですが、失政が最後はあって、非常に、晩年は哀れだったんですね。哀れな人です。墓所は、日立の国結城市の万松寺に祀られています。病気と実況のため、息子の忠清の遺風、山形の遺風に、遺風に同行できなかったという人です。それから、忠清23番目に天松城主になられた人は、水野忠清、父の忠清が失脚後、嫡男の忠清が家督を相続。で、11月の晦日、11月は30日ある日、旧暦でも30日ある日は、30日に平和の国の山形に左遷された。で、この折に、この浜松の領民が、借りた金を返さずに、違法しようとしたので、農民一揆が起こった。で、水野家は一揆を鎮圧することができません。代わって、神津家の国、
館林六万石から再入郷した井上正治が朝鮮に入ってやっと困難が収まって決着。浜松の領民たちは山形に左遷させる自ら県内辺鄙へ追い込まれるは因果応報さてさて送りゆくことと世情一等喜びさみと言って行く道行く人々に酒を振る舞うのを伝える。でただしこの忠清という人は立派な人だったんで、山形の方へ行って山形の方へ行ってから老中に勤めなったというふうに言われてますね。で24番目は井上正治。幕閣の中枢にいましたから42歳の時に亡くなりました。42歳で、亡くなりました。嫡男の正直が後を継ぎました。25番目、浜松初代家康から25番目の正直。この人が一番最後の浜松城ですね。最後の浜松城。はい、ありがとうございます。この人も大変お酒が好きな人みたいで、将軍が、統制軍が浜松を通過の際、真ん中よりちょっと下ですね。戊辰戦争の折、統制大総督軍が浜松を通過する際、神職や富農の青年らで組織した演習報告隊が警備に当たりました。統制軍が浜松通過のに際し、公職家として知られる正直は不在で、家老が正直に扮してその場を過ごしたというエピソードがいろいろ面白いですね。でしかしこの人も老中を務めたりで浜松の在場中に老中に務めた人は実質5人2回着いた人が2人ありますので、この井上正直さんと先ほどの水野忠文この2人が2回ついてますので、幕末に、豊田郡長禅寺村にの出身の松島実子という人が俳句をよく読んだ。で、この辺りに、もう何回も道中を出して、それから山形行った水野忠文の息子ですね、道中になったもんですから、浜松は出征場なり発芽と幕末に道中を輩出したというようなことでそんな歌ができてるんですね。実際は、調べてみますとね、道中生に就いた人は延べて175人、わずか7人ぐらいで浜松が出世帳になりというほどのものもない。たまたま幕末に排出したものです。そういうように見えちゃった。